続いては大竹真志高有録毎週水曜部屋喜太郎教授です。はいこんにちはこ、うんにちは今は高校野球真っ盛りだよねベストエイトが、ね、えベストエイト明日ベストエイトエイやるんだけど、うん、いや俺見ててね、うん、あのー、あのバッターとかねベンチをずっと見てるじゃないあのサインを長い間はいはい。 あれで監督もいろいろサイン出してるでしょ愛してるとか。うん、愛してるサイン。そんなサインは出してね。うん。愛してるとか、お前期待してるぞとか、そういうサインもあるのかもしれないけど。このね、サインってね、複雑なんだよ。だから、あんなじっと見てんだ、選手は。 でスクイーズのサインも監督が怖くて盗まれちゃうから出せなかったっていうインタビュー聞いたことあるんだけど怖いんだよサイン出すっていうのはなるほどな、ね、でね、うん、サインの種類っていうのはね、うん、あのどんだけあるかって言ったらね、うん、ブロックサインとフラッシュサインっていうのがあるんだねブロックとフラッシュブロックブロックとブロックって何 ブロックっていうのがまたこれがふ複雑なんだけど面白いんだけ要はサインの種類はね、うん、打て待てバントヒットエンドランバスタースクイーズセーフティーバンド進類だ、盗塁、うんうん、こんなあるの覚えるの大変だよそれぞれにサインがあるそれぞれにサイン、うん、そうだねでねブロックサインっていうのはね、うんうん ちょっと調べたらね俺は今度監督ずっと見てんだけど俺好きだのサインの出し方がやっぱ甲子園に出るような監督のサインは見事だね芸術みたいでペって肩触ったり耳触ったり鼻触ったり帽子触ったりブロックサインっていうのはねまあ簡単って言えば簡単なんだけどあるところを触った次のところがサインだよ。帽子を触れば 次に肩触って胸触ったらその胸がサインだよ。うん。っていうことでみんな決まってるわけ。はい、なるほど。うん、その帽子を触ったのはサインじゃないよと。うん。それはブロックね。2>, はい、2番目だよ。3番目だよってジムによって全然帽子のあとすぐ2番目だよとか、うん、みんな違うだろうけど。うん、うんうん、帽子から数えて。そうそうそう。俺はちょっとお前にブロックサイン出してみるか <laughs> いやこっち出していいいいよ。胸がね。うんうん、バント。 あご、はい、こうやったら待て、うんうん、でこんだけ2つのサインだけちょっと覚えとけよ、うん、ブロックサインやるから俺が、うん、2>, 2番目ね、うん、キーは帽子のですね帽子、うんうん、あのー、なんだなんか嫌だな。 だから頭悪いとできないんだ野球はだからじっと見てていやお前がちゃんと出せるか心配なんだよだろ俺だって心配だよお前がちゃんと出せるかどうかがよく見なさいよサイン出すからブロックサイン出すのねブロックサインつばから2番目あごと胸顎はなんだ言ってみろ待てよしよしよし行くぞ いやもうなんか説明しようと思ったけどボーン踊りみたいになボー踊りみたいなこれはカムブラージュっていうだから分かんない分かな肩両肩触って胸いって肘いって帽子肩胸バンとなんだ正解とか言えよお前正解とかちゃんと言ってこない正解よかったよくわかったね だって胸ががバントで顎ててだだだろっっ2番目だぜ。俺は右肩触った後に胸触ったんだぜ。だけど2番目ってよく分かった。いやでも肩が何か教えてもらってないから俺。分かりやすいよ。カモフラージュ。いやカモフラージュ。でこれでねブロックサインがね2番目ぐらいなら分かるけど。 4番目5番目なんて言われたらもう分かんないねそういうタイプもあるんですねあるんじゃないのでの人がサイン出す場合もあるでしょねそうですねあのサードコーチャーが出したりとかそういうパターンもたまにありますよね 監督じゃなくて実はみたいなこここ。この間でも見てたらあれだよね。うん、監督がいろんなサイン出した後にあの手でバントの形したんだよ。<laughs> いやいや、ね、長島がやっ。いや長島みたいだろ。<laughs> うん、だけど本当にバントの形したんだよ。そ,<れ>そうだだめなんだよ。うん、というとそんなことをやったらやっぱサードとかファーストが出てきちゃうからね。うん、あ、うん、ででも桂太郎のサード代わりバウンドとかファースト代わりバウンドとかっての決まってるの？決まってないいやそれは大体決まってんじゃない？ チームによって。知らないの出てこない方を打つんだよね。いやだから知らないのかって決めてるチームもあるでそこまでスクイズはねでも怖いを出すの多分監督ブロックであってもじっとキャッチャー見てるからね相手方のねキャッチャーが。でもいくらそうやって見られててもうまいバントだったら大丈夫だよね。 まあ大バントがうまければそういうことか、うん、うちの,あの僕少年野球やってた時に、うん、うちのスクイーズのサインは監督があのノックバットを股間に挟んだまま立つっていうどうか、ん、<laughs> <laughs> 緊迫の場面で監督が股間にバットを挟んで立つっていうのに絶対バレるだろうと思ったんですけどこれがね意外とバレないんですよね。うん これ緊迫で、ね、<ー>金監督がちょっと緊張を和らげようみたいな感じで相手のチームが受け取るのかもしれないですよね監督はわざとらしく股間にバットを挟んで立つんですけどバレないこれ山口県優勝しましたからこれでれ成,功、うん、成功しましたまさかそれはサインだろうと思われてなかったっていう、うん、そうですね一番バレそうなやつを一番大事なところで使うっていう股間に手のいく人はでもあんまり見ないね意外といないねいないねうん、うん Hmm. 骨盤はでも使うべきだね。体のいろんなところ、チャック開けたりとか、え？チャック、チャック <laughs> <の人>、<笑><笑>チャック開けたり。あのサイン、<や>あれサインかしらと思うよ。二回、二回開け示したらなんかみたいな。ああ、そう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 。<laughs> フラッシュ、フラッシュ難しいんですよね。このの帽子を例えば触るのがバントです。でいわゆるさっきはあの帽子を触った後がサインですっていうのがブロックでしたけど、<laughs> ねうん、フラッシュはもうそのものがサインで、帽子のつばがバント バント、はい、で肘を触ったらヒットエンドランみたいなもう決まってるんですけど、うん、たまにこう監督は帽子触るのが癖の人がいて、うんうん、サイン出してるつもりじゃないんだけど帽子のつば触っててずっとみんなバントするみたいなて <laughs> <laughs> みたいな,なっちゃう <laughs>、うん、だからフラッシュサインってあまりないよね,、うん、そうね小学生だ、ね、小学生だけですかに、うん の話はかかりやすったね何が俺の道路がお前ブロックサイン分かったろ分かった分かったよ別に分かったけど別にいいじゃないですかまあでもあんなにさそんなにこう監督の言うこと聞かなきゃいけないのそれは俺もそう思うんだよでも監督バントって言ってホームラン打った選手もいるからね昔はそういう選手を守らずにね でも結局怒られるんだよ、うん、監督にバントって言ったじゃないか言ったんだけどホームラン打ったからいいようなもんだけどね、うんうん、チームワークが乱れるんだよねそうかあ<ー>いうこと聞かないとね、うん、チームで戦ってるからね、うんうん、やっぱ大阪が遠いんかねだからもう100%あれ100%なの <laughs> 120だねもう大学生と中学生が戦ってるようなもんだよでもこの間のなんかそこに行くのに最後4対0であんまり 党員は点取れなかったね。なんかね、もっと取ると思ったら、ああいう風に取れなくなっちゃうこともあるんだなと。その前だって十七対ゼロで勝ったんだよ。うん、バンクラーセっていうのが起きてほしいよな。どんだけ楽しいかな。やっぱ。なんで、どうしても弱い方のチームをね。なんで応援者なんだよ。もうボクシングなんかも言って、すぐ絶対弱い応援者。もうダメなんだよ、これ。 みんなそうだよみんなそうかねよほど好きな選手じゃない限りね両方とも同じぐらいだったらやっぱどうしたって弱い方応援しちゃうんだよだからもうねお前も今ジャイアンツ応援のしがいがあっていいな何言ってんだよ確かにあれですよね小林一さんは太ったカエルと痩せたカエルを。 相撲させて痩せカエル負けるなここにいさあそうだよあれ何強いカエと喧嘩させたのいやなんか揉めてる方がなんか大きい方と小っちゃいのが揉めてるっていう設定だったらしいですよああそういうことかやっぱ応援しちゃうんだ応援しちゃうだから昔からの小林さんをえそれはなれ日本人っていうか小林伊だっていやだから主流 に日本人の持ってるそ精神構造の話アメリカでもこれは通用するのいや通用するんじゃないかな男え,えおだって男、まあすね、弱い方ばっかしだってジャイアンツを応援してる人強いジャイアンツをずっと応援してる人がいるじゃん <laughs>、うん、男女差別いけないかもだけど、うん、なんか男の人 <laughs> 男の人何よ<ー><え>いや男がそういうことばっかしやってるって言うんでしょ ううにはなんかそんなイメージが、ねうん、あそんなイメージがあるへえー、あそう、うん、女性もあるんじゃない弱い方を応援したいって気持ちあるかもしれないですねいや、うん、<れ>でもあれだよねやっぱしなんかその弱い方をどうしても応援し合うっていうのはちょっとあれだよねあのなんか精神構造があのあまりあんまり こうなんかこう上昇志向じゃない感じするよねなことは全然あんってことは日本特有なのかもしれないそなことはないそううん全然そんなことは俺はないと思うよ頑張れっていう気持ちになるのは当然だもんうーんそうかねでも昔で言う明け物対舞の海みたいなねああ。ちっちゃい子頑張れみたいなでも 欧米の映画でも弱小チームがのし上がっていく映画とかね人気があるじゃないですか。あるあるあるそれでまあ野球の話はねとしてね俺やっぱ夏休み2泊3日でね箱根行ってきたんだよ家族でねなんで箱根なんだろうって俺が別に行きたいわけじゃなくてやっぱ息子夫婦があんまり箱根って言うともう。 ほとんどもう知り尽くしてるぐらいに行ってるんだけど俺もそんなに行ってるいやドラマのロケとかもほの場所よりはよく知ってるかもしれないね近いしねそれで行ったんだけど子供家族構成がね俺と女房と息子夫婦と行ったメンバーってこと行ったメンバーねそれであと高一の女の子と息子の子供 孫ね俺の孫と高一の女の子と小二の女の子二人二人が孫なのねそうそうそうっていうと計6人これがね6人っていうのがね非常に難しい旅の場合は車で行く時には5人しか乗れないから俺は5人乗りの車だから1人は乗れないわけで小二の 女の子を隠して乗ればいいって発想もあるんだけどそれはねやっぱあんまり快適な感じじゃないでいけないやつ。快適じゃないだろうし見つかったら交通違反だからねそれで事故でも起こしたらともない大変なことになるからだから非常にこのね6人は難しい難しいなるほや電車で行ったらどうなだだから女性陣はみんなロマモンスカーで行っていいですね男性陣は車で行った もう車で行かなくてもいいようなもんだから万が一使うかもしれないって、うん、いろいろ。うん、で俺はもう花から、うん 旅館で温泉入ってお酒飲んでほとんど外に出ないから自由に使ってみんなで行くみたいな発想だったのね現場着いたらお前は旅館に残って運転は息子ができるし家族はどっか山行ったり川行ったりすると最高だなと思っていい考えだなと思ったそれで行ったらでとりあえず旅館なかなかね130年前ぐらい 老舗だね老舗の旅館行ってで次の日何するかっていうこともね決めないで行ったわけねでその食事の時にどうしようかみんなで話し合ってどこ行こうかいろんな見るところがあるからね箱ねそうですよねそれであの俺がね とりあえずこの中で何か決まったらついていくっていうそれだけの人ちょっと手を挙げてもうみんなでわさわさやると大変なことになるからでついていくだけの人は手を挙げてったら誰も手を挙げないんだよいいいい、うん。これでね困って車の <laughs> 手配もあるしねいろいろあって結局。 行ったところがねドールハウスドルハ人形ミニチュアのねお家とか人形が置いてあるそんなのある人形のうちの博物館ですね。有名なでかくて意外と見応えがあったけど結局そこに決まったの。で車で行くとチビたちが車は嫌だとか言い始めるし。 登山それでもあっそれなら俺もちょっと行かなきゃ駄目かなと思って登山鉄道で行って強羅まで行って強羅からタクシーで行こうと思ったらタクシーがないんだよなかなか来なくてみんんな混でて。シーズン中でしたからねきっとね。 もう丸出してんです、ね、<laughs> 旅行った気分なれると思って聞いてる人がね、うん、なれればいいんだけどそれでバス,、はい、バス乗り継げば行けるってあの息子の嫁が全てスマホで、うん、バスまで何時に来るバス停はどこだみんな赤ちゃんね うん、昔だったらありえないね,そうだねスマホの手に、うん、そう、うん、地図片手ってのも楽しかったけどなスマホ片手だからそうだよ、ね、でそこで結局、うん、ドール博物館スマホ元たどってたらその美術館が出てきて美術館の中の展示物まで出てくるんじゃないか なんか頑張ったら見れそうですよねいやいやでもね箱根は難しいんだいろんなアスレチックができたりあの日本画家のね美術館もあったり、うん、彫刻の森アンとかもあるよなそうそうある、うんうん、まあまあ彫刻、あの森、ー、で結局道路博物館ってのはすごかったな、ね、最後は、うんね、そこだけサインがすごい出てるの フラッシュサインが。やめろっさあ、ここでお時間です。北郎教授、また来週もよろしくお願いします。明日この時間は三浦淳さん登場です。箱根行った気にはなんなかったなお知らせの後は交通情報です。なんなかったなんなかった登鉄道。